どうも、阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在この動画を撮影しているのが9月20日の金曜日なんですけれども、今回の動画はタイガースの最新情報まとめです。広く細かい複数選手の最新状況をお届けしていきます。各選手の細かな動きを知ることで、また違った見方もできると思いますし、前後関係、時系列の破綻なく、一本見ていただき、有益な時間にしていただけるようまとめていこうと思いますんで、よかったらシーズン中の情報収集にご活用ください。では早速お話をしていきますが、タイガースの最新情報まとめ、いよいよ残り9試合というところまで来ましたが、今日から勝負の4連戦。で、昨日タイガースはゲームがありませんでしたが、首位のジャイアンツが勝ったため、ゲーム差は再び2に広がりました。で、ジャイアンツのマジックナンバーは8。ジャイアンツが残り10試合で8勝してしまうと、タイガースからすればどうしようもありませんが、それでもまだまだ希望はある。というのも本日20日、タイガースが勝利、で、ジャイアンツが敗北で、タイガースの自力優勝とジャイアンツのマジックが消滅します。で、ジャイアンツがもし残りのゲームを5勝5敗、5分でいった場合、タイガースは7勝2敗ならアレンパ達成という形になる。昨日は X で他力本願というワードがトレンド入りしていましたが、もうとにかくタイガースからすれば勝ち続けるしかない。今タイガースはめちゃくちゃ勢いがあって、間違いなく強いと思います。まあ、ですがその上にいるのがジャイアンツですからね。まあ、間違いなくジャイアンツも強いんで、もうこればっかりは自らで道を切り開いていくしかない。まあ、直接対決も絶対取らなければいけないというところで、そのジャイアンツ戦を迎える前に今日からベイスターズ2連戦が始まる。で、まずは新たに判明したベイスターズ2連戦のお互いのローテ最新情報です。まあ、これまであった情報よりもアップデートされ、またちょっとね、形が変わっていますんで、どういう戦いになっていきそうなのかを考察。ここまでベイスターズとは20試合戦っています。まあ、残り5試合あるというところで、まあ、ここの戦績もかなり重要になる。で、その中で10勝9敗1分けということで、ほとんど五分です。で、まずは本日20日のゲーム、すでに予告先発発表されていますが、タイガースは西勇輝投手。今シーズン20試合登板し、6勝6敗、防御率が 1.91、122.2 回を投げて、奪った三振71個、奪三振率が 5.21、被打率が2割3分2厘。で、ベイスターズ戦はここまで4試合先発し、1勝1敗、防御率が 2.66 という数字です。8日のスワローズ戦から中11日、運命の4連戦初戦登板という形になりますが、西投手は今日のゲームに向けて、今回も登板間隔が空いたんで、早く投げたいし、うずうずする。緊張でえずいたりする子もいるけど、どこまで追い込むのかなっていう感じ。僕にはそういう気持ちはない。今回の先発で長いイニングは求められてないと思うけど、初回から全力で、いつも通り投げていくと、このようにコメント。チーム最年長西投手が先陣を切る形で、運命の4連戦が始まっていく。で、一方ベイスターズ、予告先発発表されていますが、森投手です。森投手は今シーズン12試合に登板し、そのうち先発が3試合、1勝3敗で、防御率が 7.01、25.2 回を投げて、奪った三振22個、奪三振率が 7.71、被打率が3割5分3厘という数字。で、タイガース戦は2試合登板、そのうち1試合先発していて、0勝1敗、防御率 2.70 という数字です。岡田監督は自軍のローテ運用について、他球団みたいに無理はさせていないと、まあ、ここは強調していますが、ベイスターズもかなりローテ運用厳しい状況ですからね。東投手であったり、それこそ昨日ジャイアンツ戦先発したケイ投手も、中5日登板を解禁していますから、今日先発の森投手は、実に1ヶ月以上間隔が空いて、1軍での先発という形になると。で、明日21日のゲーム、タイガースの先発はすでに決まっています。青柳投手です。青柳投手は今シーズン10試合先発し、2勝3敗、防御率が 3.54、53回と3分の1を投げて、奪った三振32個、奪三振率が 5.40、被打率が2割7分6厘という数字。青柳投手といえばこれまで何度もご紹介してきましたが、ベイスターズキラー、通算61勝をマークしていますが、そのうち20勝がベイスターズ戦。で、前回登板も青柳投手はベイスターズ戦で先発し、5回2失点、しっかりゲームを作って今シーズン2勝目を挙げた。で、青柳投手は21日のゲームに向けて、僕は周りのピッチャーと立場が違うんで、投げるところで自分ができることをするしかない。次があるかどうかわからないんで、その1試合で自分の持てるものを出して終われたらいいと、このようにコメント。様々な最新情報を照らし合わせると、青柳投手はこの21日の登板が、レギュラーシーズン最後となる可能性が高い。おそらく岡田監督としても、青柳投手が持つベイスターズ戦での勝ち運、まあ、こういったところもね、ま、いろいろ頭に入れながら、今回の起用という形になると思うんで、前回の投球内容は個人的にかなり良かったと思うんで、引き続き、青柳投手らしくゴロを打たせて取るピッチング、ここに注目したい。で、一方、ベイスターズの先発、ここはもともと右の吉野投手が来るんじゃないかという話もありましたが、今のところ、左の浜口投手が最有力とされています。浜口投手は今シーズン9試合先発し、2勝4敗、防御率が 2.89、46回と3分の2を投げて、奪った三振38個、
奪三振率が 7.33、 被打率が2割4分7厘という数字で、タイガース戦は今シーズン2試合先発していて0勝1敗、防御率が 3.48 という数字です。ですので、これまでの情報だと、この浜口投手が今日20日に投げて、明日21日が吉野投手、こういった情報もあったんですが、今日森投手が先発することで浜口投手が1日後ろに回った、まあ、こういう展開でしょうか。で、左の浜口投手が来るということは、21日、気になるのはレフトの運用。現在前川選手は3試合連続で勝利打点を挙げている、まあ、ラッキーボーイ的な存在にもなっていますが、岡田監督はその前川選手の運用について問われると、浜口が1枚来るみたいやからな、今前川調子ええから、あんまり左行って崩すと嫌やしな、逆にせっかく気持ちええのに崩されることもあるから、打席でタイミング合わんようなるからな、とこのようにコメント。ですので、この岡田監督のコメントを考えると、21日は前川選手スタメンから外れる可能性が高いでしょうか。で、となるとチャンスが来そうなのが、やはり右の井上選手でしょう。井上選手は今シーズン、ベイスターズ戦で最も数字を残している。6試合で19打数6安打、打率3割1分6厘、ホームラン1本3打点で、OPS は876。で、横浜スタジアムではさらに数字が伸びて、打率は3割5分3厘、OPS は941ということで、この日井上選手を頭から起用することで、前川選手の代打待機も考えられる。まあ、ベイスターズのブルペン陣、まあ、結構右ピッチャーが多いですから、まあ、勝負どころで前川選手を起用する。まあ、このプランも考えられるかなということで、まあ、岡田監督のレフト運用、ここも注目したいところです。さあ、ここまで最新のローテ運用についてご紹介してきましたが、ここからは中継ぎ運用について、残り9試合また形が変わっていきそうです。9月に入って中継ぎ陣はフル稼働、月間防御率は0点台ということで、まあ、最後の鞭を打っている状況で、その中で今シーズン最も投げている桐敷投手について、岡田監督は今後のプランを言及。桐敷は今年はもう目一杯投げさせよ、俺は。だって初めてやんか。桐敷がずーっと後ろですごい言うけど、去年は20試合ちょっとやろ、2ヶ月やで、多分先発もあったからな、ほんま1年間そういうリリーフはやってないから、今年が1年目みたいなもんやろ、1年間のそういう流れをあいつにも分からさなあかん、だからどんどん投げさす、実質1年目やからな、桐敷は開幕から後ろでブルペン入ってるんやからな、1年間全うできたら自分の感覚もつかめるやろうしな、とこのように言及。さあ、今シーズン開幕からフル稼働を続ける桐敷投手も最後のギアチェンジという形になりそうですかね。ここまで65試合登板は12球団トップの数字、3勝1敗39ホールドでホールドポイントは42、これも12球団トップの数字。まあ、最優秀中継ぎのタイトルはこのホールドポイントが見られますからね。2位のドラゴンズ松山投手とは5ポイント差ということで、まあ、勝ちゲームで桐敷投手が投げる、まあ、そういう展開作ることができれば自身初のタイトル奪取、ここも十分に狙えます。で、その中で防御率は 1.93 を記録し、60回と3分の2を投げて奪った三振56個、奪三振率が 8.31、 被打率が2割1分1厘。今シーズンの桐敷投手といえば、失点のほとんどがスワローズ戦なんですね。まあ、12試合登板して自責が10、今シーズン全体の自責点が13ですから、逆に言うとその他の球団はほとんど抑えている。まあ、ベイスターズ戦も10試合投げて防御率は 0.00 ですから、このベイスターズ戦があと5試合残されているということを考えると、桐敷投手からすれば追い風かなと、まあ、間違いなく疲れもあると思いますが、なんとか最後もう一踏ん張りというところで、今シーズンこの桐敷投手と同じくフル回転続けてくれていた石井投手なんですが、ここはちょっと心配な情報があります。まあ、今シーズン51試合登板で4勝1敗29ホールド、防御率が 1.65、43回と3分の2を投げて奪った三振54個、奪三振率が 11.13、 被打率が1割9分6厘、圧倒的な支配力を武器に昨シーズン以上の凄みを見せてくれていますが、ここ最近数試合勝ちゲームの中で登板がありません。まあ、特に一昨日のゲームリードしている状況で、相手の打順は右バッター、ここは間違いなく石井投手だろうというところで岡留投手を投入した。まあ、この時点で正直石井投手に何かあったのかなというふうに感じていたんですが、岡田監督はその石井投手について、あんまり体調を含めて良くないよな、休ませてもええことないし、でもそらお前投げていかんとあかんねんから、とこのようにコメント。石井投手は昨日の練習でブルペン投球を行ってるんで、まあ、全く投げられないという状況ではないと思うんですが、やはり岡田監督のコメントからしても万全という感じではないのは明らか。まあ、だからこそこの前のゲーム、岡留投手と島本投手の2人で1イニングを乗り越えたという経験は間違いなく大きいと感じます。まあ、ここまで来たら形も大事ですが、結果が全て、一体どんな運用が待っているのか。さあ、そしてもう一つ新たなブルペン情報、やはりこの石井投手の状態が関係してるでしょうか。今シーズン先発で8勝を挙げているビーズリー投手の中継ぎ待機、これが確定しました。というのも、岡田監督は今後のビーズリー投手の運用について、ビーズリーは中に入れようかなと思って、石井がどうなるかわからんからな、ビーズリーは投げるとこないからもったいないねん、はっきり言うて
そら分かってる。本人も納得しとる。何勝したん？ 8 勝か。大したもんやで。あれが一番中10日で行ったり、中7日とか8とか、一番不規則で行ったけど、ちゃんとみんなええピッチングしたもんな。1イニングでもったいない時もあるから、2イニング、3イニング全然いける。本人も分かってるから、そんなんはなと、このようにコメント。さあ、このビーズリー投手もシーズン最終盤、超フル回転という形になりそうです。今シーズンの登板はすべて先発、12試合投げて8勝2敗、1人で貯金を6つ作ってくれて、防御率は 1.72、73回と3分の1を投げて、奪った三振72個、奪三振率が 8.84、被打率が1割8分。まあ、全部先発登板でイニング数とほぼ同じ数の三振奪えてるというのはすごいですよ。まあ、これがビーズリー投手の武器です。で、昨日ビーズリー投手は自らに、そしてチーム全体を鼓舞するという意味も含め、必勝と書いた鉢巻きを練習の際つけていた。もうこういった姿見るだけでグッときますよ。まあ、ビーズリー投手は今完璧なタイミングだと思ったと、まあ、このように明かし、残り9試合をどうやってチームで全部勝っていくのか、そういうのが大切だと思うんで、それに向けて気合を入れた。何にしろ本当にチームを支えるだけなんで、自分のできることをしっかりやりたいんだと、このようにコメント。こういった選手がいてくれるだけでチームは再度引き締まりますし、明るくなりますよね。まあ、ビーズリー投手は今シーズンすべて先発登板ですが、昨シーズンは12試合中継ぎとして投げています。で、ベイスターズ打線は牧選手をはじめ、オースティン選手や宮崎選手、右の強打者が多い。で、みんなタイガース戦よく打つんですよ。まあ、その中でビーズリー投手は今シーズン、対右バッターの被打率1割0分1厘と、圧倒的な強さを誇りますから、まあ、石井投手の状態など様々なことを考え、右バッター封じというところでビーズリー投手を使う、まあ、その可能性は十分に考えられます。で、おそらく今日明日とビーズリー投手は中に入ると思うんですが、その1週間後、28日のスワローズ戦があるんで、もしかしたらここで再度先発する、まあ、そのプランもあるかもしれません。まあ、ビーズリー投手はスワローズ戦、今シーズン4戦4勝。で、難しい神宮のマウンドでもしっかり適応していますから、このシーズン最終盤、中継ぎと先発でフル回転、これもあるかもしれませんね。で、そのビーズリー投手が再度先発に回るということがあれば、まあ、前回先発した村上投手や、今日投げる西勇輝投手、この2人の中継ぎ起用というのも考えられます。まあ、そのあたりは岡田監督も示唆していますが、残りの戦いに向けて、去年優勝してな、こっから追い上げる大事なゲーム、残り何試合で自分がどういう戦いせなあかんか、選手はそんなん言わんでも分かってるからなと信頼も寄せています。残り9試合、一体どういうドラマが待ってるか、全力で楽しんでいきましょう。はい、ということで今回の動画ではタイガースの最新情報まとめご紹介していきました。いよいよ残り9試合、その中で勝負の4連戦始まりますが、一体どんな選手運用待ってるのか注目していきましょう。皆さんは本日ご紹介した最新情報、それぞれどのように考えますでしょうか。よかったら皆さんのご意見というのもお聞かせいただけると嬉しいです。ということで以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かった、ためになったと思っていただけた方は、よかったらチャンネル登録、グッドボタン、押していただけると嬉しいです。皆さんのおかげで、この阪神情報局、チャンネル登録者、5万9100人突破、いつもありがとうございます。皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。次は目指せ、チャンネル登録者6万人ということで、今後とも阪神情報局、何卒よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。毎日、トラホー、ありがとうございました。石井投手の状態は心配ですが、その分みんなで助け合い、一体どんなドラマ待ってるか注目していきましょう。ではまた。